That's why I love you. But I'm here belong to you. You are my rainbow. That's why I love you. I love you. Kagami no naka wo mitsukete.出しておりまして、今、先ほどお送りした曲は無敵という曲でした。サイヤセーフさんというコーラスグループさんの、曲で
結婚式の、ね、実は曲だったんですけど、うん、お届けしました。ちょっとね、結婚式っぽい、私だけ浮いてますよね。私ですね。大丈夫ですか。私はもっとドキツイ格好を、そう、もっとドキツイ格好をなんかこうオチみたいな感じでさせられる予定やったんですけど、まあ、ここまでセーブしました。はい。まあ、今回は本当にね、まあ、アダルトムーディーナイトという名にふさわしいすごく素敵な、共演者さんたちを呼んでおります。もうリハの時点で私はすごくテンションが上がるぐらいです。ちょっと紹介をリーダーにしてもらいます。そうですね、はい、僕らのあと、潮祭というバンドが、出てきます。で、潮祭さんはですね、僕らあの神戸大学のアカペラサークルなんですけども、それの後輩ですねに当たりまして、すごい爽やかな、曲を、若い感じになりますね。そして続いてはスネイルワークスというのはですね、僕の、大学時代の同期、アカペラサークルの同期の本田健司という、まあ、今シンガーソングライターをやってるやつがいるんですけども、そいつが組んでるですね、アコースティックバンドですね、ギターとピアノと交えた、彼のオリジナルなども、入っているバンドでございます。で、一部の最後に出てくるのが北雪ノートさんですね。こちらも、ちょっと僕らと被っているところもあるんですけれども、スムセイさん、そう、同じ、そうね、スムセイさんの曲の中で、まあ、楽曲中心にあの入っている曲を中心にカバーされている、はい、ちょっとテイストは、ね、すごいかっこいいので違うんですけど、新しいですね。はい、ということで、あのバンド出演者はですね、そちらのお手持ちの、パンフレットですね、セクシーお姉さんに載ってるバンドの、パンフレットの後ろに書いてますんで、またチェックしておいてください。では、僕らそうです、そうです、一部だけ紹介しようと思って終わっとった。休憩を挟みまして休憩を挟みまして、そして、次出てくるのが、モニカ・コロナさんですね。こちらは、アカペラですよね。でもちょっとピアノも入ってましたけども、はい、いい、6人、男6人のかっこいいアカペラバンドなんですけど、いつも東京で活動されてるので、うん、関西で見れるのはレアということで、楽しみにしていただきたいと思います。オリジナル曲を中心にかっこいい曲、イケメンばかりを揃って、はい、お楽しみにしていただけたらと。で、最後に僕らアダムがもう一回、まあ、ちょっと出てきますと、まあ、最後までお楽しみください。では続いては、詳細です。よろしくお願いします。